ラジオもどきやっていきたいと思います。今回は物申す的な、物申したい人がいます。まあ人ではないんだけど、セミ そろそろうるさいシーズンですよね。今遠くで鳴いてますわ。うっすらと聞こえてるかもしれませんがね、まああれですよ、ついに私もコラボをする時が来たんだなと。セミとね、2人仲良くね、1ヶ月程度の、まあもうちょっと短いか、泣き出したのもうちょっと前だった気がする。もうなんか気がついたらいるんですよね、日常に潜んでる感じの。まあそのね、場所によってはなんか最近だと夜に鳴くセミもいるらしいですよ。朝、昼、なんだっけ。まあセミの話深くしても仕方ないですよ。アブラゼミだとか、なんかミンミンゼミだとかね、まあいろいろありますけど、まあそんな中で、まああれです、奴らが鳴くともう暑くなったんだなという感じで、結構昔は虫取り網とかもなんかあった気がするけど、最近全然見ないですね。あ、そうだ、花火売ってましたね、コンビニで。しっかり確認しました。で、このシーズンで何か言いたいことがあるかというと、そうですね、やっぱ塩味でポテチとかが売られてるのか、まあ、その延長で何の話するか全然考えてなかった。何に物申していくか、まあ、セミに対して文句は言いました。あ、そう、この話しようと思ってね。まあ、結構ね、オタッキーな話題なんですけど、フィギュアとかって、まあ結構前に話した話題です。もうお前飽きたんかと。まあ実際、ちょっと秋が来た頃合いのような気はしますが。まあ今だとでも、ワンピースとか、まあそういった、あと銀魂とかのフィギュアもあるみたいですね。まあ意外とかっこいい、なんかサンジのフィギュア持ってるぜみたいな。UFO キャッチャーで撮ったったとかね。まああとはカンコレとか。セミうるさくなってきたな、お前。喋り出してからうるさくなるのやめてくんねえかな、ほんと。私はね、恐れているんですよ。そう、セミがうるさいからなんか気が散るとか、そんななんかあれだね、意識高い悩みを抱えてるわけじゃない。そう、セミに視聴者を取られてしまうという恐怖、わかりますか、この耐え難い恐怖ね。セミの声をもっと聞かせろ的な、そういう流れになってしまうかもしれないじゃない。あ、静かにしてくれた。いや、こうやってね、謙虚な姿勢見せてね、セミ優しいなみたいなノリに持ってって、ね、自らにその注目を浴びようという策ですからね。意外とね、その目に、なんだろう、そういう方向から、そう、横から攻めていく感じ、それ一番効果的なんだよね。で、あれっすよ、この間に何の話するのか忘れてるあたり、私はセミに翻弄されてるわけですね。そうだ、フィギュアね、夏なんでね、皆さんご注意ください。中には結構その躍動感あふれ、私が喋り出したらうるせえんだけど、あいつ ほんと効果的なタイミングでくっそ話題をかっさらっていきやがる。まあもうこれ絶対何喋ってもセミしか記憶に残らんやつでしょ。はい、暑いのでね、まあそういう戦闘アニメもののフィギュアって結構ポージングしてると思うんですよ。中には片足で立ってるものとかあると思うんですよ。で、そういったものがね、なんとですね、暑さで溶けてしまうんですよ。だから、その、例えばそうですね、スタイリッシュになんか弓を放つアクションってあるじゃないですか。体が傾きつつも敵に狙いを定めて撃つ瞬間のシーンみたいな。まああとはそのゾロとかだと、もう今まさに敵になんかその虎狩りだとかおにぎりだとかね、その瞬間みたいな。片足で立ってるフィギュアはなんかそこで熱にやられて折れ曲がっちゃうみたいなんですよ。重さがこうね、どこか一点にかかると。なので、なんか中古の店とかに行くと、フィギュアちょっと傾いてますとかで、ちょっとじゃねえよみたいな。なんか軟体動物か何かかっていうぐらい足元がすごいグキッと不自然に曲がってね。バランスマシンか何かかと。皆さんの中でそうですね、まああれっすね、足首からこう、逆に足首からソーナンスになってると、スマブラのソーナンスね。軸からなんか上半身プルプル、左右に動くあれです。そんな感じです。あんな感じの大惨事になったりもするので、意外とこの夏っていうのは侮れないかもしれませんね。まあそうですね、例えばなんですけど、まああとこれ夏関係ないんですけど、コロッケとか買いませんか？まあさっきのフィギュアも今ではね、柱とかもセットでうまく対策してるとかもありそうなんですけど、それは置いといて、コロッケとか、
あれ揚げたてですよとかって売ってるところもあると思うんですけど、そのパッケージにあのご注意ください。私すっごいその薄いプラスチックのコロッケね、包んでもらって入れてもらったんですよ。で帰った頃にはなんと揚げたてコロッケの熱によってプラスチック溶けたんです。うん、まあ一部一部ですよ、一部だけ溶けちゃってひびが入ったみたいな感じになって、なのでコロッケね、衣にプラスチック添えみたいになってて食えなかったんですよ。うん、めくりましたけど、それでもなんかそう、やっぱりコロッケって言ったらやっぱり衣とね、中身のこのバランスが、まあ、ましてやそのプラスチックが溶けたってことは少なからずね染み込む出るかもしれないじゃないですか。だからそうなってくるとちょっとあれだなってなるんで、まああの本当この夏ね、うん、いろいろ暑いので本当ご注意ください。はい。まあ今ちょっとあのこいつひっぺがして食べたなみたいなこと思ったかもしれませんが、あのあれです。反対側のね上積み部分食ったぐらいなので、あの決して真似はなさらぬよう、万が一そういうことになってたら潔く諦めましょう本当。うん。なんともね違和感ないぐらいの量だけつまみましたけど、全然嬉しくなかったし美味しくもなかった。なんていうの、味は美味しかったけどなんかこう必死感がにじみ出ててちょっとうんってなったんで、まあそうならないように気をつけようと、まあ気をつけようったって店側が用意するパッケージなんでね、まあそこら辺は油断せぬようと。うん、揚げ物って意外と熱いですからね、本当に揚げたてだったんだなという、揚げたてでもないのに揚げたてですよっていう店は逆に信用していいかもしれません。というわけで終わりましょうか。はい。まああのふわふわした空気でしたけどね、うん、夏の暑さには気をつけようというわけで終わります。ありがとうございました。